いいだろう。おままごとはここまでだ。フリーなどの神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それともそれはあくまで私の憶測に過ぎないのかな。何が言いたい。この後に及んで外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。予言にもかかわらず君はここでのんきにお茶を飲みケーキを楽しんでいる。まるでガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。予言は全ての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や自分を救う方法を模索している。それなのに君は魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。違う。僕は予言を軽んじたことも悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。神に対して勝手な憶測をするなど不敬極ま…いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まう数多の民たちが同じ疑問を抱いているはずだ。水の神よ、君はどのようにして彼らを救い私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちはいかにしてこの時期沈んでしまう土地で生きればいい。僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。僕のことは軽視してもいいが、僕を否定する資格など君にはない。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど、このまま続けていけば僕は誰にも恥じることなく胸を張れる。ならば問おう。フリーナ殿が言う努力とは、それはどこで見られる。僕は